ルトラヒーローズエキスポ2021ニューイヤーフェスティバル in 東京ドームシティバトルステージが DVD 化。地球に帰ってきたハルキとウルトラマン Z の新たな物語が始まる。みんなの応援で奇跡を起こせ。大迫力のステージをお家で何度も楽しもう。アフタートークも収録。ウルトラヒーローズエキスポ2021バトルステージ DVD 9月8日発売。いち早くゲットしよう。ウルトラマン放送開始55周年のこの夏、円谷プロの昭和、平成、令和を貫くアートワークスと最先端技術のデジタルゾーンが関西へ。円谷エキシビション2021、神戸兵庫県立美術館ギャラリー。ウルトラヒーローズエキスポ2021サマーフェスティバル、略してウルサマ。ヒーローが夏を連れてくる。ウルトラマン55周年を記念したジオラマ、ヒーローとの撮影会、超迫力のバトルステージ、新ヒーローウルトラマントリガーが毎日やってくる。ウルサマは完全入れ替え制で開催、好評開催中。円谷イマジネーション有料会員は500円引き。詳しくはウルトラサブスクで検索。未来を築く希望の光、ウルトラマントリガー。みんなを笑顔にしたい。それが僕の夢見る未来です。ナースデス聖号発進。皆さん、毒城だよ。とうとうこの時が来たのか。ウルトラマントリガーニュージェネレーションティガ、毎週土曜朝9時。勝った？嘘、吹雪に空手で。やったじゃない武蔵、連敗記録38でストップ。なんかズルとかしたんじゃないの？目つぶしとかさ、噛みつきとか。本当に勝ったんです。その割には嬉しそうじゃないじゃん。そんなことは。な、武蔵に負けたって本当かよ。まあ形としてはな。キャップ終了しました。なんだよなんだよ、奥歯に物が挟まったような言い方は。な、勝ったの？負けたの？負けたのは確かだ、認める。それでいいだろ。なんか変な感じですね、二人とも。ちょっとみんな何のんびりしてるんですか。テレビが来てるんですよ、報道番組の取材が。綾乃ちゃん、何舞い上がってんの。あいつのインタビュー動くからでしょ。でもその前にいろいろとやることがあるじゃない。何？軽傷直したでしょ。いやいや、なんでそんなとこ目立たないんですか。大学期待の親父。親父？お疲れさん。珍しいですね、ここいらっしゃるなんて。すいません。ほら、下のフロアテレビの取材中でなんか落ち着かなくてな。取材か、苦手だな。トレーニングルームでも逃げてっかな。確かにな。なあ吹雪、今日の武蔵との組手で何かあったのか。え、いや、さっきのお前たち、なんか変だったぞ。そうですか。なんかあったのか。いや、大したことじゃないんですけどね。ちょっと驚いたっていうか。驚いた？武蔵が。遠慮なく来ましたよ。今までの武蔵ならこっちが傷ついたりするのを怖がってこんな強引な真似はしてこなかったんです。それがあいつの弱さでもあったんですけど。
それは進歩だと思うか、武蔵にとって。わかりません。でもあいつなんだか焦ってるように見えたんです。焦ってる。怪獣保護に対する合図の考え方はよく理解できました。ただ保護しようとしながらも結局は攻撃してしまうというパターンが多いことも確かです。違いますか？人々に危害を及ぼす可能性がわずかでもあるなら、怪獣を倒せと命令することも当然あります。この怪獣の時もそうでしたね。エリガルですね。確かに我々が倒しました。凶暴性のない怪獣でしたよね。はい。捕獲しようとすると自己防衛本能で有毒ガスを噴出する。民家の近く、やむを得ない判断でした。本当にやむを得なかったんでしょうか。怪獣の生き死にの権利をあなたやチームアイズが握ってるわけですよね。そのことをどれだけ真剣に考えているのか疑問に思うことがあるんですよね。あまりに安易に攻撃に移りすぎてるって見えることが。安易でしょうか。私たちはそれでも一生懸命。しのぶ。だからギリギリまで怪獣を倒すという選択をしないよう我々は努力してるつもりです。次行くわよ。ほら急いで。相変わらず合図の怪獣保護の姿勢って認められてないんですね。だいたい吹雪隊員がすぐに攻撃したがるから。おいおい、俺のせいか。なんだみんな、さっきの気にしてんのか。世論は極端なもんだ。怪獣を保護する事態とんでもないという意見もあれば、今日みたいな意見もある。怪獣を救うか被害を防ぐか、その選択を迫られりゃ攻撃はやむを得ない。そういうことだ結局は。でもそれじゃ合図が何のためにあるかわからない。すぐに攻撃をしてしまうのはある意味僕たちが弱いからですよ。弱いから。そう、弱いから。力が足りないからすぐにおじけづいて攻撃に走ってしまうんだ。もっと強くならなくちゃ、力をつけなくちゃダメなんですよ。でぇー！参りました。はい。よし。なかなかやるな、武蔵。今すごく力をつけたくて。力を？どうして力が欲しい？それは強くなりたいからです。強くなれば怪獣を守ることだってもっと積極的に。強くなることと力をつけることは同じだと思うか。え？力に頼らない強さもあると思うかな。俺は強引だったぞ、さっきの攻めは。以前のお前には戦いながらも相手を気遣う優しさのようなものがあった。でもだから吹雪さんに勝てなかった。確かにな。でもな、そんなところがお前の強さだと俺は思ってたんだ。お前らしい強さだと。
をつけるのがいけないというんですか。そうは言ってない。ただ力をつけすぎるとそれに頼って強引になってしまうことがある。そして思いやりや優しさを見失ってしまう。それが一番怖いんだ。でも僕はもっと力が欲しい。コスモスの力を超える敵が出てきているんだ。力がなきゃダメなんだ。K3 エリアに怪獣出現。エルガルか。はい、以前倒したのと同じ種類です。様子が変だな。なんか苦しそうですね。カセット反応全く検知されません。問題は捕獲手段か。下手するとまたガスを吹き出すかも。いや、前回のデータを分析すれば打つ手はあるはずだ。キャップ、今度こそエリガルを無事に保護しましょう。必ず救ってみせる。いつも応援ありがとう。君はつぶらやイマジネーションのことを知っているかな。来たぞ、我らのウルトラサブスク。ヒーローや怪獣にもっと会える。ウルトラマンシリーズやつぶらや特撮作品に加え、続々登場するオリジナル新作がウルトラ見放題。さらに限定アイテムやオンラインイベントなど、かつてないエンターテインメント体験をお届けします。つぶらやイマジネーション、ウルトラサブスクで検索。つぶらやイマジネーションに加入すると、私の活躍が全話いつでも見放題。他にも様々なサービスがたくさんだ。つぶらやイマジネーションでも待っているぞ。有毒ガスはここから出てきます。仮に封じ線と呼んでるんですが、ここを使えなくしてしまえば。なるほど。で、どうやる。レーザーで切り取るのか。かわいそうですよ。何かで塞いであげればいいんじゃないですか。ベタッと。そう、粘着弾を使うんだ。ネバネバしたのをはっつけてやれば。エリガルを傷つけずにガスを止められますね。エリガルが動かないうちにホバリングして打ち込むしかない。しかしその前に奴がガスを吹き出せば直撃だ。かなり危険だぞ。キャップ、僕が行きます。武蔵、ホバリング体制からの逃げ足ならこの3号機が。武蔵、分かってると思うが無理はするな。3号機行きます。位置を気にし始めた。急いで狙いを。待って、うまく照準が。もっと機体を安定させて。上昇だ、武蔵上昇だ。大丈夫、早く狙って。無理な危険すぎる。そんな逃げ越してどうするんですか。僕たちが頑張らなきゃ、いつまでたってもあいつは認められない。それでいいんですか。後輩のくせに好き勝手やがって。もうどうなっても知らねえんだ。やった、命中した。成功です。よし、武器麻酔弾だ。了解。麻酔弾が効かない。逆効果だ。かえって凶暴になったぞ。あの光は。なんで、カオスエッター反応が。まさか、反応はなかったはずじゃ。どういうことだ。
トイガキ、なぜ気づかなかった？違う、本当に反応はなかったんだ。今までだったらどうして急に。口からガスを吐くなんて聞いてねえぞ。これもカオセッターの影響か。もしかしたらエリガルは自分の力でカオセッターを抑え込んでいたのかもしれない。自分の力で。麻酔弾がその力を弱めてしまったんだ。それでカオスヘッダーが解き放たれたんだ。そんな、それじゃあ僕たちが守ろうとしてやったことがあだに。ガスの成分が変わってる。少し浴びただけでも危険です。各機、エリガルの背後に回れ。ガスを避けるんだ。キャップ、3号機が。口を開けたところに粘着弾を打ち込めば。武蔵、無茶だ。ガスに先にやられる。武蔵、背後に回れ。キャップ、僕は怪獣を守り通します。守るための力があれば。感情的になるな武蔵。俺だって守りたい。だからこれ以上は危険だ。危険を恐れてたら何もできない。怪獣を守るのは合図の義務だ。だから俺にはお前たちを守る責任がある。それで合図が弱くしたと非難する奴がいるなら言わせとけ。俺の欲しいのは強引な強さじゃない。キャップ、それでも僕は。今だ、撃って。くそ、ダメだ、外した。開けるか。土井垣さん、狙ってもう一発。土井垣さん、武蔵、土井ゴッポー。コスモスが3号機を。切り離せない。なぜだ。進化しているのか、光のウイルスが。守るためにも必要なのは力なんだ。終わりの見えない戦う時の中で。Yeah!
ギストラクトを最大の力で放てば絶対にカオセッターは消え放せる。なぜだ、なぜなんだ、コスモス。僕が力を求めすぎたのがいけなかったのか。力は優しさを消してしまうのか。返事をしてくれ、コスモス。コスモス。救えるはずの力で誰もがまた争う。さえ守れない信じがたい事実に苦悩する武蔵と会津だが、追い打ちをかけるように次々と巻き起こる事件、三度現れたエリガ、そしてカオスヘッダーメビウトの恐怖が迫る。次回、
ウルトラマンコスモス、夢見る勇気。武蔵、君は夢を失わないはずだ。応援ありがとう。動画を気に入ったらチャンネル登録をしてほしい。さあ、来週もみんなで見よう。